はい、皆さんこんにちは、ワネルゲルビッシュです。では今回は発売案4現代モッドアメリカトランプ大統領プレイ続きをやっていきたいと思います。中国との戦争、一進一退ということでなかなか戦線を広げられない状態が続いています。今回はまずですね、生産のライン、軍需工場の生産のラインの見直しと、それに伴って師団編成の見直し、あとは外交戦略の加速化ということをね、やっていきたいと思っています。ではまず今お話した順番で、早速プレイの方を始めていきましょう。軍需工場の生産ラインの方なんですけども、あんまりこれまで、ライン自体の見直しというのはしてこなかったんですけども、頻繁に戦場に投入していないもの、特に航空機関連、これに関してはですね、大幅にちょっと生産のラインをね、縮小して、その分陸軍の装備に回していきたいなというふうに思っています。なので一旦そのような形で、変更をかけていきます。使っているもの使っていないもので、きちんと住み分けを行っていこうということですね。なので、明らかに何かが滞るということではなく、あくまでも使っているものに関してはガンガン、生産して、あまり出ていないものに関しては少し生産のラインを縮小しましょうということなので、特段ね、何か大きな影響が出るというものにはなっていないというふうに思っています。なので、主に航空機関連を縮小して、その分ですね、陸軍に軍需工場の生産のラインを回そうということになりますね。で、それに伴ってですね、じゃあ今余剰品があるものって何があるのっていうところですね。もちろん航空機はね、これまで少し過剰供給をしていたので余っているんですけども、まずね、この自走砲、これです。この自走砲がそれなりに余っているという状態です。これ。これですね。なので、これを少し、強化ということで、師団の編成に組み込んでいこうと思っています。で、他にじゃあ余っているものなんかないのっていうところを少し見ていきましょうか。他余っているもので言えば、この、大砲ですね。これも余っているので、これも師団編成に組み込んでいきましょう。今現在中国の戦車を抜けないでいるというところで厳しい戦いを強いられているんですが、これ自走砲と、大砲兵を入れて、ちょっとでもね、アンチ戦車の対策をね、入れていきたいなというふうに思っています。では続いて師団の編成を入れる前に生産のラインを見直したことによって生まれた貿易品ですね。これをちょっと修正していきましょうか。少なくとも今はですね、輸送船はそれなりに余りがある状態なので、輸送船はね、このままキープをしていこうというところですね。で、レンドリースの量も増やします。航空機余っているので、ライトニングを少し増やしていこうと。タングステンがちょっと足りてないな。タングステン大幅に輸入させてくれるようなブラジルとかが敵に回ってるのでね、アルゼンチンしかり。メキシコからの輸入量をちょっと増やしましょう。チリも敵に回っているし、カナダを輸入量をちょっと増やしましょう。オーストラリアからの輸入も増やします。これで一旦賄えるかな。鉄もですね、ちょっと増やしましょうか。輸送船に余裕がある今だからこそ、増やしておきましょう。はい。そしたら続いて師団の編成の見直しをする前に先にレンドリース。これを増やしておきましょう。まず日本からレンドリースを増やします。いや待って待って、もう100機だもんね。だから日本は良くて台湾だな。台湾にレンドリースの量ちょっと増やしましょう。いやでも相当な量だよね。ライトニング毎月70機送るって、これもうやっぱ必要ないっていうか送りすぎだよね。過剰な気がするな。ちょっと減らしましょう。50ぐらい、50でも多すぎるくらいですもんね。なんで、ちょっとここは、レンドリースの量を適正量に見直すという観点でいきましょう。
で、師団の編成ですね。見直しをかけていきます。まず師団の編成。基本的には戦闘正面幅を20ないし40に調整していくというのをベースに考えていきましょう。で、全く新しい装備をガンと入れちゃうと、それはそれで、まあ初期の段階でなかなか苦しいことになってしまうので、まあそうならないようにね、一定の注意配慮はしていきましょう。さあ、これでどうだろう ?40 ですね。正面戦闘幅は40に変えています。これでいきましょうか。まあ、自走砲がね、1万以上装備として余っている、というのがありますので、そこはね、まあ、惜しみなくと、投入をしていこうというところになります。基本的な考え方は、そのような考え方に則っていきます。ここもね、戦車がね、しっかりと生きるような、そういう師団編成にしてですね、まあ、確実に中国軍のドイツを、中国軍の戦車を突破できるようにね、頑張っていきたいなと思ってます。じゃあ続いて海兵隊ですね。海兵隊も34になっちゃってるんで、これをうまくね、40っていうところの幅に合わせていきましょうか。余っている砲兵を入れます。さあ、続いて、海兵隊。砲兵の方ですね。これ17ってかなり微妙な感じになってるな。すれば、20に合わせましょうか。海兵隊はね、強いんですけど、もう、戦闘がね、両軍睨み合いみたいな状態になると、火力不足の感が、まあ、ちょっと否めないかな、というところがどうしても出てきているので、ここは、砲兵をがっつり入れてですね、その分、突破力、これを上げていきましょう。最後、じゃあヘリですね。ヘリ部隊の方も戦闘幅12っていうかなり微妙な戦闘幅になっちゃってるんで、これヘリを大幅に増やしましょう。ヘリも、まあ割とね、比較的余裕があるというところにはなってますので、増やしていきましょう。これで師団の編成も一通り見直しを入れました。まあ装備品がね、しっかり拡充されるにはまだまだ時間がかかるかなとは思います。で、古くなった装備関連に関しては新しいものへとマイグレーションをかけていきます。じゃあ続いて外交の戦略いきましょう。まずね、インド、ベトナム、ミャンマーといった、まだ陣営に入っていない各国に関しては、もう積極的にね、味方になるような働きかけを行っていきます。まあ、とにかくね、彼らが敵に回ると、さらに、この戦い、苦しいものになっていってしまうので、まあ、そうならないようにね、しっかりとした働きかけを行っていきます。まあ、タイもそうですね。ラオスとかはもう敵になってしまってるので、まあ敵になってるところにあえてね、新しい試みをするというのは、あまり賢い選択ではないと思うので、もう一旦敵になってしまったところはですね、放置。その分、まだね、敵になっていない、どっちつかずのところに関してはもう、味方になってくれというね、メッセージを強く強く送っておきましょう。
あとイタリアがね、まだ参戦してないんですよね。ヨーロッパの大国というところでは。あとはマレーシアなんかもしっかり味方になってもらいたい、ところですかね。オーストラリアもね、もういい加減、我々の陣営に入ってほしいなという思いはあります。あとペルー、コロンビア。このあたりも、しっかり外交としてね。我々アメリカ陣営に味方するように、少なくとも中国陣営入りはしないようにという働きかけを行っていきます。カナダ、ここはさ、もうちょっと、軍を中国の大陸の方に送ってほしいな。で、あとは余っている造船所。これをラインに投入していきます。こんなところですかね。おっと、鉄が足りない。そうだね、アルミがむっちゃ余ってるな。アルミの余りを鉄に回しましょうか。といっても鉄、輸入させてくれるところがありますか？ないですか？っていうところですね、あとは。さあ、これで、じゃあ一旦ね、時間の方を、進めていきましょうか。ブラジルとかが敵に回っちゃってるの結構きついんだよね。で、この後ですね、一旦落ち着いたら、戦線に割り振っている各師団の割り振り担当ですね。これもちょっと見直しをかけていこうと思っています。苦戦が続く中ではありますけどね。なんとか打開策を見出していきましょう。で、あとは、ヨーロッパ、特にトルコ戦線ですね。ここに関しては、航空機余っているものをですね、配備しておいて、まあ少しでもね、戦いが我々アメリカ陣営に優位に傾くようにということで、航空基地に航空機の配備を行っていきたいと思います。では、ここで少し、部隊編成も、やりましたし、航空機、航空戦のね、対応も行いましたので、いよいよ作戦の第2段階として、各戦線に割り振っている師団の見直しを行っていきたいと思います。まあ、特にね、敵の師団、これに対応する、形でね、師団の割り振り編成見直しをしていきます。一旦ね、この計画をゼロに戻しちゃうのはもったいない部分ではあるんですけども、まあ一から戦線を立て直そうということになります。では、師団の編成、割り振った後ですね、まあ、師団の編成を変更した後の、各先生への師団の割り振りを変更しました。で、まず台湾と日本に駐留する軍を一つ減らして、その分ですね、中国の大陸の方に派遣することに決定しています。では、時間を進めていきましょう。ポイントはですね、やっぱり戦車、まあ、敵も味方も戦車ということで、味方の戦車部隊はですね、
まあ、先制の中央部分に集中配備をしてですね、ここをなんとか突破しようというふうに思っています。ここの突破がうまくはまればね、一気に敵の戦線を崩壊させることも、あるいはできるのかなという期待感を持っています。で、国家保身ですね。ここは、味方をちょっとでも増やす、まあ、そういう戦略を行っていきましょう。今ね、各部隊が移動している、移動しながら戦っているっていうところなので、これが落ち着いた時にね、どういう効果が生まれるのか、プラスなのかマイナスなのかというのを含めてですね、よく観察をして、その上で見直しを行っていこうと思います。まあ、中央部分に戦車がね、しっかりはまってくれればいいなというふうには思うんですけども、一応今、ご覧いただいている補給マップ、これオールグリーンなので、まあ、特に問題はなさそうですね。突破できそうなところがあれば、そこはもう突破の対象にしていきましょう。一気に削っていくと。で、一歩一歩、おっと待って、インドが、バッドニュースだね、これ。CSTO、つまりロシアの陣営に入ったということだな。マジか。ロシアに入ったか、インドが。ちょっと、侵害というか、予定外というか。まあ、インドにはね、中心的な役割を我々の陣営で果たしてもらいたかった部分があるので、まあ、とても残念なんですけども、まあ、これを覆すということはもうできないので、まあ、一旦このまま推移を見守りましょう。他の国々がね、中国や、そしてロシアにだけはなびかないようにね、まあ、注意を払っていきたいと思います。一歩一歩進められるところがあれば進めていきます。この辺も敵装備がそんなになさそうなので一気に押し込めるところがあれば押し込んでいこう。穴を見つけて一個一個ね、入り込んでいきます。どうなんだいっていうね。敵の防衛網としてどうなんだいというところがあれば、すかさずそこに入り込んでいきましょう。これの繰り返し、地味ではあるんですけど、これを繰り返して、なんとかね、前へ前へと、一歩一歩と進んでいきましょう。確実に装備品が行き届けば、火力は増していて、突破力も増しているという部分は絶対出てくると思うので、まずはね、そういう状況をしっかり作り込んでいくと。で、その時のために戦線を一歩一歩を確実に、広げていきます。で、この後のアメリカ軍で言うとですね、まあ、すごく一気に軍を増やすというのはもう装備品の観点では難しいので、まあ、既存の手段をうまくやりくりしつつ、味方になってくれるね、国を増やそうという、まあ、地味な戦いにはなっていくと思うので、まあ、その地味な戦いをいかに制するかということですね。で、まあ、残念ながら、多くを送ってくれていない国々が多いので、味方の陣営になっているとはいえね。特にヨーロッパに関して言うと、かつての大国は今やその大国ではないというところで、師団の編成、数含めてね、かつての、まあ、強さというか、大きさ、規模はもうないので、
まあ、そこはね、もう仕方がないのかなというところですね。さあ、国家方針は、引き続き味方を増やすもの。これをやっていきましょう。ベトナムも中国陣営につく？ベトナムが中国陣営につくとなると困ったことになるな。いや、外交がうまくはまってないぞ。いや、対ミャンマーはどうしてもつなぎ止めなきゃいけないな。対ミャンマー。対ミャンマーはどうしてもつなぎ止めたい。カンボジアもつなぎ止めなきゃいけないな。いや、カンボジアはすでに敵か。いやー、外交が全然ハマってないな。NATO を味方に引き入れるところまでは、まあ、ギリギリね、巻き返しがハマったところかなと思ってたんですけども、ここに来て結構厳しいですね。まあ、ここに来てベトナムの師団が敵側の戦線の前線にいるなというのが国旗の印でわかりますね。まあ、中国軍に混じってベトナム軍が前線に出てきているというのが見て取れます。まあ、ただでさえ苦しい戦いがさらに苦しくなるという状態ですね。ただ中国軍に比べてベトナム軍の方が多分脆弱だと思うので、もうそこをうまくつければというところですかね。で、あとは中国海軍の様子、状況もたまには見ておきましょうか。ま、中国海軍がいきなりね、戦力が大幅復活するっていうことは、まあ、現実的にはないですが、一応見ておきましょう。20、マックス20、陸軍の師団が53と。おっと、香港だよね。そうなんだよ。香港にこうやってたまーにね、上陸かけてくるんで、彼らが。そこがね、とっても厄介。とはいえ、これ戦線から引き剥がせないからな。どうしようかな。しょうがない。やっぱり、駐屯させなきゃいけないね。香港には部隊を戻しましょう。急いで。これによって戦線が崩壊するっていうことはないと思います。敵の穴を見つけていきます。
ここまでね、なかなか苦しい戦い続いてるんですが、トランプ大統領が、まあ、一応ね、再選をしたというところまでを進めてきました。で、今のところですね、まあ、香港に上陸されている部隊は排除の目処が立っているんですけども、ご覧の通り、今回プレイ始めたところから戦線をほとんど拡大できてない上にですね、新たに、上陸を受けているという部分もあってですね、早急に対応をしていきたいというふうに思っています。今回はじゃあ一旦ここまでさせていただいてですね、次回ちょっとどういうプレイがいいのかというのをね、思案しながら続きをプレイしていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。